もよろしくお願いします。お、ここは尾道にある小さな豆腐店。うちの豆腐は東京になんぞは持っていかん。もっといろんな人に食べてもらいたいんよ。あ、もう好きにせい。たっちゃんがぽっくり言ってしもたら残されたはるちゃん一人ぼっちじゃの。あるな。何？いや、なんではない。いい人生じゃったと振り返れるように幸せにならんと。お父ちゃんの作るお豆腐は柔らこうて甘くて豆本来の苦味も残してお父ちゃんそのものの味。そこにあるのは変わらない思い、優しく温かな父と娘の物語。ありがとう。高野豆腐店の春。